だったらさ、これぐらいの雨じゃないよね、多分。もっとやばいよね。もっとやばくできるんだよ。あ、すごいすごいすごい。皆さん生きてる？助けて。風邪ひきそう。しゃあない。まあまあね、これはね、まあまあまあ、本当はいろんな画像を出したいんですけれども、この場所で画像を出すと濡れるんで、部屋に入ります。はい。本当はね、あそこでやりたかったんですけれどもね。仕方ないんで部屋に入ります。お花がね、いっぱい届いてたの。嬉しい。これ、今まで私がお世話になってきた企業の方、そしてフレンズ、そしてオタク、ありがとう。いや、ここに並んでいない小さいやつとかもね、バッチリ確認しておりますので、ありがとう。本当にさ、もう具体的に誰からもらったかというと、フィギュアをなぜかめちゃくちゃに出してくれるフリューさん、前歌ってみたのオケを作ってくれたインスピオンさん、画集を出してくれた角川さん、ありがとう。企業の方ありがとう。いろんな方からもらったんですけど、これさ、ウィバーサルミュージック、この会社名はフィクションです。なめてんの。いや、あの、私これ多分ね、ユニバーサルミュージックさんがくれたんだと思うんだけど、フィクションっていう CD を出していただくね。ふざけてんの。でも私さ、ちょっとユニバーサルってさ、すごい会社じゃん。ちょ、殴っていいのか分かんなくてさ、ふざけてんのってすごい震えながら言ってんの。こんなノリなん、ユニバーサルって。あの世界のユニバーサルって。ありがとうございます。あの、フィクションらしいんでね、あの、ユニバーサルは全く関係ないかもしれません。デコニーナさん？私のアルバムに一曲を提供してくださったデコニーナさん？なんでお花くださっ、ありがとうございます。やばすぎる。びっくりしたわ。なんでだよ。ルルド。マイフレンズルルド。ありがとう。ルルちゃん、めっちゃ可愛い。うん、可愛い。ありがとう。夕日。ありがとう。かわいいね。リボンまで巻いてくれて。これは V スポにいる我が娘、夕日。かわいい。ありがとうね。あー、スバル。スバル。これすごくない？ひまわりしかないの、スバルすぎてめちゃくちゃ感動しちゃった。かわいすぎて。あまりに多様少女すぎるだろ。ごめん、雨で。すいません。私はかなり雨の女なんですけれど、めちゃくちゃスバルらしくて。めっちゃ嬉しかった。で、この娘2人がさ、送ってくれてさ、ありがとう、嬉しいと思ってたらさ、わためさん、わためさん、なんで。ありがとう。びっくりした。ゆうひちゃんとスバルは、あの、絵をね、飾らせていただいているから、多分連絡がいってるんだよ。ふめふめみたいな、じゃあお花送るかみたいな思ってくださったのかなと思ったけど、わためさんはなんでなんだよ。ありがとう。わため、これはシンプルにフレンズの愛を感じました。めちゃくちゃ嬉しいんだけど、いや、わためマジでくれると思わなくて嬉しすぎる。この娘&フレンズのね、お花は後で1本ずつ抜いて持ち帰ろうと思うんですけれども、あの、歯抜けになってたらすいませんね、それ私の仕業です。いやー、めっちゃ嬉しい。これかわいいし、ダラダンダンダラダンダンダラダンダンダラダンダラダンダンダラダンダン、いた。